どうも皆さん、一流ゼンマイ使いの龍です。さあ本日なんですが、初動1枚からエヴァリー出せるっていうね、最強コンボをね、ご紹介していきたいと思います。これ元々のギミックはですね、あのディスコードのね、お魚屋さんっていうあの天才構築家がいるんですけども、が、ディスコードで教えてくれて、で今日の生放送でも使っていただいたんですけれども、あのね、エヴァリーって結構やっぱ言うてシンクロ召喚なんて2枚じゃないですか、基本的には。あの出せるとしてもこれね、なんとですね、スポーは1枚から出せるようになったんですね。ゼンマイのおかげで、ゼンマイデッキのおかげでこれデッキ、ゼンマイデッキとか言ってもゼンマイ3枚しか入ってねえっていう、まあ激ヤバデッキなんですけども、これどうやって展開していくかっていうのは、まあちょっと実際にね、デュエルを見ていただければわかると思いますので、そっち見ていただければと思うんですが、やっぱりね、この墓地より芽吹くものっていうね、このダークバーチャーを特殊召喚してくる、このやっぱギミックが強くて、スポーアでダークバージャー蘇生してきて3シンクロできるんで、3シンクロで御用ディフェンダー出してくると。で、御用 D で御用 D 出してきて、御用 D、御用 D。で、御用 D で、ゼンマイティをエクシーズ召喚するんですね。で、ゼンマイティってこれ、OCC の方ではもう制限カードなんですけども、このカード、デュエルリックスも使いますと。で、これ、効果は、手札デッキからゼンマイモンスターを特殊召喚できるよって僕思ってるんですよ。雑に強い効果ですね。手札がデッキからゼンマイ出せると。だから、これで、魔法使いでやるゼンマイマジシャンを出してくると。で、スポーアが、墓地から蘇生できるじゃないですか。除外してね、ダークバージョンを。そうするとレベル3の中段になれるんで、3中段と、ゼンマイマジシャンを使って、エヴァリーと。で、ちなみに、まあ、1中段いっぱい入ってるんでね、6シンクロしといてから、1中段、引っ張ってきて、引いてきて、で、もう1回エヴァリー出すってこともできるんで、一応ですね、まあ、スポーアからだとエヴァリーいけるんですけど、バルブからだとエヴァリーはいけないんで、バルブの場合は、6シンクロ、まで繋げられます。今の同じ展開して、バルブから御用 D、御用 D 出して、で、御用 D、御用 D、ゼンマイ T 出して、で、ゼンマイ T 効果で、ゼンマイシャーク出してくると。で、ゼンマイシャークは、レベルが、3にも4にも5にもできるっていうモンスターなんですよ。これめっちゃ強いですね。で、このモンスターを使って、3、4、5だから、一応1と、一緒に使うと、4、5、6のシンクロ。ができるんで、まあ、一応ね、6シンクロ強いやついるんで、まあ、4シンクロでね、8ソロとか出してもいいんですけど、今日は、こいつ魔法使いなんで、これと一緒に作れたりするんでね、エヴァリーは。なので、まあ、6シンクロ出したりとかして、戦っていくと。でね、後続が用意できないんですよ、このモンスターって、最初の展開しちゃうと。なんでかっていうと、そのエクストラ的にめっちゃ使うんですね。スポーアとかバルブから、ご用 D、ご用 D、で、ゼンマイティ、エヴァリーとか、7分の4くらい使うんですよ。半分以上使っちゃうんで、で、しかも、その後の展開って、難しいんですよ。ダークバージョンがいなくなってたりするし、もう、ゴールディフェンダーがいないから。なので、一回出したモンスターを基本的には守っていく。全力で守っていくっていう、必要があるんですね。なので、まあ、デモンドチェーンとか、インガー切断とか、あと、まあ、これはドラッグウィリオンとかとも相性がいい、ロキュー部隊とか、エネコンとか、あたりを使って、相手の、まあ、妨害をしていくと。で、この、ゼンマイティが結構邪魔なんで、もう、コストにしていいです。エネコントローラーとかロキューのね。で、妨害相手の罠がきついので、ここ取っちゃった場合は、コズミックサイクロンとか、清掃でぶち抜いていかないといけないっていう、そんな感じのデッキになってますね。結構今まではやっぱ2枚以上使わないとこれ出せなかったんですけど、今現状エヴァリー出すために1枚で済んでるっていう、結構ぶっ壊れ展開だと思うんですよ、これ。革命が起きております。なお、エクストラデッキは足りません。デュエル、スタンバイ。そもそも紙でもこんなもんでしょう。まあ確かに。さあパンディーラ変態カムに来た。あ、オッケーオッケーオッケー。まあまあ反動強いね。まあちょっとゼンマイシャーク引いちゃってるから微妙だけど、まあいいや。これはだからエヴァリーまでつながるハンドなんですけど、あ、ウィッチクラフトジェニー、なるほど。ウィッチクラフトジェニーか。ジェニーはデモンズチェーンで止めた後に展開した方がいいかな。その方そんな気がするね、多分。多分先に展開してゼンマイティ止められるとこっち手が止まっちゃうから、レモンズチェーンで、で、ゴヨ D の効果止められたらもう目も当たらないもんね。だ、一回耐えじゃない、これ。一回耐えな気がするな。ですね、だ、死ぬ、これ死なないでしょ、でもさすがに多分これ、これ多分死なないんだよな。ウィッチクラフト多分死なないから、だ、こうしてシャーク出しとくと邪魔なんで、これはこうしましょう。で、一回耐えて、
で、こいつ効果無効にしてから展開しよう。おはようございます、ポーア。いい挨拶だ。墓地から蘇生して害悪っつってね。害悪じゃないけど。さあ、ウィッチ型シュミット OK。はい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 。OK です。で、デモンストレーション OK。で、出てくんのかあれかな、エーデルかな。ここだったらエーデルか。打点高いしね。あ、でもこれエーデルだと、エーデルだと、これ2回攻撃されると死ぬな。2回攻撃されると、これデモンの血が出ないといけないか。これセットしたかったか。はいはい、シュミッタオッケー。シュミッタオッケー。で、デモンス、コラボレーション、コラボレーションか。これコラボレーション手札にあったら、ちょデモンの血、これエーデルに打たないといけなくなるんですけども、そうするとちょっと計画狂うんだけど。それ、そうすると性格、計画じゃねえや。計画狂うんだけど、これ大丈夫かな？さあ、どうする？おはようございます、ポーア。植物ソリディアで害悪っつってね。ジェニー、オッケー。あー！これデモンズチェーン打てないといけないか。まあ、縛り付けるしかないね、じゃあ。オッケー、これ死んじゃうんで。これ死んじゃうんで、デモンズチェーンで一回縛り付けないといけなくて、ってことはまあじゃあ因果切断かなんか引いて、メインフェイス、バトルフェイスオッケー。これ因果切断かなんか引いて、で、ここのモンスター処理するしかないね。ちょっと一回、すばな待ちましょう。これ展開どっか止められるともうなんか展開止まっちゃうのでね。はい、デモンストレーションはオッケーです。で、あとは私が罠カードをいっぱい引けるかどうか天才すぎる。天才すぎた。天才すぎるでしょ、これ。で、ターン、これ一回セットして、解く必要性一切ないな。これエンドだな。エンドですね。で、オンチャンで縛りつけてる。で、こいつだけ生きてるから、こいつは別に、もう因果切断すれば本当何の関係もないから。さあ、来いよ。さあ、来い。変態仮面よ。ドヤ顔で殴りつけてこい。ライラ！ライラめんどい。ライラめんどいけど、まあ、しょうがないね。はい。さて、ライラこうか。横にして、あ、そこ。はい、そこはいい。はいはい。オッケー。さあ、あとは、私がうまいことこのモンスターを突破しながらワンキルが取れるかっていう話ね。まあ、でも、罠引ければなんとかなると思うんだよね、また。これ、次のデッキトップで。ちょ、スポーアとか被るのやめてほしいけど。デモチェ潰されたらやばかったね。ターン終了。オッケー。ターン終了。はいはいはい。で、じゃあちょっと一回デッキトップ見ながら、デッキトップ見ながらですね。はい。オッケー。強い。まずちょっと一回因果切断打ちましょう。で、多分小ずさいもいらないから、小ずさいいらないですね。で、ここ抜いて、で、これでモンスター効果通る。結構頑張ったぞ。で、スポーは召喚。ダークバージャー効果発動。さあ、ダークバージャー効果で、特殊召喚。え、これ、なんか、何のチェーンがあるんだ？これ、なんかチェーンあったの？なんだろう。ここでチェーンがあるってちょっと怖いよ。DD クローとかだったらでも使ってるよね、多分ね。DD クローだったら使ってる。まあ、とりあえず御用でいこう。あ、エーデルか。エーデルなんかあんだっけ。相手ターンに使える効果は手札から魔法カード1枚捨てて、手札からウィッチクラフト、エーデル以外のウィッチクラフトモンスター相手は特殊召喚する。あー、はいはい、なるほどね。これ飛んでくんのね。でもデモンチアルから関係ないね。でもリリースしたぞ。違うね、手札1枚から。あ、大丈夫ね。じゃあこれ無効にしたいと。で、御用 D 効果、御用 D 効果発動。さあ行きましょう。いや、 DD クローやったら使ってくからよ。さあ、レベル差が2体来るぞ。ユーマ、俺はゼンマイクイボ、ゼンマイティボ、エクシーズ召喚。これは攻撃表示、攻撃表示だ。いけ、ゼンマイクイボ、ゼンマイティ。そしてこれは効果発動してはいけない。そしてゼンマイクイボ、ゼンマイティの効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、デッキ距離ゼンマイマジシャンを特殊召喚。そしてボチロン、これもいい。ボチロンスポーナーの効果を発動。ダークバージャーをゲームから除外し、レベルを3として
チューナーモンスター特殊召喚、そしてレベル4ゼンマイマジシャンにレベル3スポーアをチューニングシンクロス召喚、妖艶なる覇者の光今交錯し運命の扉を開かれる、導け決して抗えぬ絶望の未来へダークシンクロフォーチュンレディエヴァリーをシンクロ召喚、カード1枚セット、やべえちょっと強い、いけでらーでーでー、よし盤面処理ターン終了、よし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 、いいぞ、よい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 よ、いける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 、ちょっともうやめて、もう展開しないで、こいつ除外しといたらなんとかなるでしょ、さすがにサボタージュ、あサボタージュめんどくせえ、そう制限カード制限カード制限カードだっけこれ、前は A で OK いいだろう、 A ではいいだろう、いやこれエヴァリー言うてつらいはず、悪夢の書 OK でサボタージュ回収強いね、エーデルは手札からウィッチカフト、エーデル以外のウィッチカフトモンスターを特殊召喚することができるのね、魔王カードしてると、はいはい、でカード1枚で一気に戻すと、はい、これねアドを失うようになりました、まあアドを失うっていうか、まあ、手札入れ替えだけなんだけど、さあどうする、サイキックリフレクターかライトロードでよくないですか、いや黙ってろだだだ黙ってろ、さあどうする、シンクロの強さを確認してて草ちょっとじゃあ次ちゃんとしたエクシーズでいくか、あユウさんおはよう、そうごめんコメント気づかなくてゼンマイ回し出したって感じ、そう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 、さあこれで一応それはしょうがないね、それしょうがない、デモンドチェーン打ったところでこれ意味ないから、これはしょうがない、これは別にもうこれは本当ワントなわけですよ、どうでもいいのよこのモンスターは、もうゼンマイティは一回もうエヴァリー作る経由したらもう本当関係ないから、オッケーで、まあ、光るのはこれエヴァリーの効果使うで、これなんかやるしかない、なんかやんないと殺されちゃうよあなたっていう話よな、これだってもう3200ですよねこの人このダウンで、あマスターピースオッケー、マスターピースオッケー、ミヒマル GT 来た、ミヒマル GT コズミックサイクロン、あなるほどね、これでコズミックサイクロンを回収して、でこれ除外され、えこれ死ぬけどあなた、じゃあ大丈夫、あなたこれ死にますよあなたあなた死にますよ、ゼンマイシャークを召喚バトル、いやクリボールあるんですかおなかなかいいぞ、これはバリオ召喚だ、まあ初手から展開していこう、さあダークバージョンの効果を発動、さあしっかりとダークバージョンを特殊召喚し、これなんだろう、知らねえかなんだかな、でこうしてこことここで御用ディフェンダーを特殊召喚、そして御用ディフェンダーの効果を発動、御用ディフェンダーを特殊召喚、そしてレベル3御用ディフェンダーと御用ディフェンダーでオーバーレイ、俺は2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、ゼンマイクーボゼンマイティ、そしてゼンマイクーボゼンマイティのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを1つ使いデッキよりゼンマイモンスター1体を特殊召喚、現れろゼンマイシャーク、そして墓地のグローアップバレブの効果を発動、シュッシャッ、そしてレベル4ゼンマイシャークの効果をレベル5に変更していく、レベル5ゼンマイシャークにレベル1グローアップバレブをチューニング、いやこれ迷うな、いやこれちょっとエヴァリー見したいから、これちょっとデッキトップスポーアにかけてオルターガイストドラッグウィリオンだぞ、いけオルターガイストドラッグウィリオン、シャキーン、そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、ターン終了、これ先行でメガラニカ、あそれ犯罪、それ犯罪ですね、ゼンマイがあるからこの動きはできるんでしょう、まあまあそう、そういうことですね、はい、一応そういうことです、行きましょうっていう語り、語り強え、あ
いやでも言うて因果切断で頑張っていかないといけないよこれは。はい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 。海には塚さオッケーです。でチューナー。はい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 。はい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 。はい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 、いいよ。でここでシンクロね。今召喚拳使ったね。召喚拳使った。オッケー。召喚拳使った。オッケー。でここで因果ぶち込んでいく。退場していただこう。このモンスターには。さようなら。よし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 。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。これデッキトップ。チューナー。どう。うわー。これはドラッグオンドラッグオンバミリオン。なんだっけこいつの名前。忘れたわ。なんちゃらかんちゃらにレベル1スポアをチューニング。妖艶なる蜂の光がどうのこうの。新規の召喚。フォーチュンレディエバリー。いっけー。ゼンマイクイボの効果も常に発動しとくぜ。おりゃー、ドゥ、くたばりやがれ。クリボールあるんでしょうね、クリボールあるんでしょうねって聞いてるんですよ。遊戯王はドッジボールっつったろ。あ、遊びたかったらボールぐらい持ってこい。自分で行っちゃったらダメなやつ。あ、マジシャン引いちゃってると若干弱いけど、あ、機械の映像面白いできた、出た。あ、乙女、はいはい、あ、正眼だ。あー、え、待って、スピリットドラゴンをやめて、スピリットドラゴンやめてよ。ダークバージャー死ぬじゃん。ざけんなよ、ざけんなよ、ざけんなよ。お、ワンあるな、ワンあるな、ワンあるけど、ちょっと一回デモンジで縛りつけるしかないか。あれ、あいついたらダークバージョン止められて何もできなくなるんだよな。やばすぎること起きるから。でも墓地にいるのブルーアイズだったから、しかもなんか、ね、封印さしても右足はやべえカード入ってるんだけど、カード1枚セット。マジシャンは置いといてもあんまり意味ないので、一応ねコンセットしときますか。バルブいっちゃうと、ダークバージャー止められたときに本当目も当てられないことになっちゃうんで、一回効果通しましょう。そうです、デモンズシェ打とう。デモンズシェ打って、でこれ効果無効にしたいとこ変身するでしょ。変身させて、変身しないの。あ、でもこれいつでも変身できるのか。別に、とりあえずバレブ行こう、バレブ行こう、とりあえずバレブ行こう。でバージャー効果、そう止めらんなくてよかったわ。いやでもさ、これさ、効果発動してさ、変身したらさ、止まんないとかあんの？もしかして。馬振りプレイングで。効果発動した上で、その後に、その墓地の効果無効にしますね、チェーンしてなんかさ、自分の変身効果使ったら止まらないとかある。もしかして、それ遊戯王馬振りプレイみたいなこと？やばい。ちょっと、とりあえずそう、ちょっと、相手が気づく前にやろう。相手がそういうの気づく前にやろう。止まんない。よかった。気づく前にやれ。気づく前に、相手が気づく前にやろう。ほんで、ここと、ここで、これコーラル行くしかないで、これコーラル行くしかないんじゃん。うん。ゼンマイティを特殊召喚していく。で、これでゼンマイシャーク行っちゃっていいね。これどうせ出すんだから。どうせ出すからゼンマイシャーク行っちゃっていい。はい。で、墓地のバルブ効果使って、で、はい、あ、なんか通るぞ。なんか通る、なんか通るぞ。相手気づいてない、気づいてない前に行け、気づいてない間に行け、行け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 。で、これで、これで、これでこうよ、これこっちよ。あ、待って、これワンチャン、これエネコンやから、ワンチャンエネコンやから、あいつでもこれ変身結局できんだよな多分。このカードをリリースした発動、エクサティカ精霊竜が出てくる。ってことは結局コーラル行くしかないのか。結局コーラル行くしかないね。結果コーラル行くしかなくて、でコーラルに効果変身させよう。はい。で、清掃とかマジでどうでもいいから、これ切って
でこれよ。さあ変身しろ。変身した。オッケー。あ、これ出しといて。はいはい、銀龍効果発動にチェーンしてパクったらいけんのか。でも今パクる必要はないよね、基本的に。パクって9。そうね、今パクる必要はない。コスト上げ出しよっか。コスト出し、いやでも次インが切断引いた時に結構強そうなんだよな。エネコンあるから、はい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 。で冷凍であれね、あのパーツをめっちゃ落として闇の増産工場で回収するっていうんですね。はいはいはい。でこれ殴らずともこれで負けんじゃねえ、これワンチャン。これで負ける説。え、揃った、もしかして揃った。強すぎワロタ、強すぎワロタ、強すぎワロウタ、強すぎるだろ。なんだこのデッキ、ふざけんだよ。